プレゼント企画やってます。どうもドズルです。はい、ということで本日もこちらドズラジお送りしていきたいと思います。毎日いろいろなテーマに関しておしゃべりしていくこちらのコーナー、本日のテーマは、最近この世の中、世の中について語るとか私はおこがましいかもしれないけど最近のこの世の中がすぐね正論を言っちゃうなっていう話をしていきたいなと思います。これはもちろん私含めてね、正論っていうのは正しい論って書いて正論です。すぐね正論を言っちゃうなっていう話をしていきたいと思います。これどういうことかっていうと、なんかこう YouTube でも Twitter でもいろいろなところで、テレビとかもそうかもしれないけど、その炎上っていうのが起きやすくなってるじゃないですか。昔より絶対に確実に起きやすいですよね。それなんでかなって考えた時に、人のミスだったり人の過ちに対してみんなねすごい正論を言いたがるこう流れないですかそれはさ、人の過ち、絶対人間って過ちを犯すわけですよ。誰でもミスを犯さない人間なんて人間じゃないんで、絶対機械じゃないからね、何かしらのミスとか過ちを起こすのは当たり前なんだけど、それを許すまじっていう、こう世の中の流れっていうのをすごい感じてて、すごいこう怖いなって思ってます。で、それはなんでかなって考えた時に、やっぱ正論ってね言うと気持ちいいんですよね。私もそうだけど、その何か人の過ちに対して、いやこれはこうでしょ、これはこれで当たり前じゃん、なんでこんなことしないのって、こう正しいことを言うのってすごくねこう気持ちいいのか分かんないけど、言いたがるんですよね、みんな。私も含めてだよ、本当に。すぐ言っちゃうんですよ、正論。すぐ正論言っちゃうがゆえに、他の人のミスとか過ちに対して批判が殺到して、すぐ炎上しちゃうのかな。もちろん炎上自体が好きで、それに集まってくる人たちっていうのもいるんだけど、そういう人たち、人の過ちとか人のミスが好きな人たちって、ことを正せば一番根本的にあるのは、やっぱ正論を言うのが好きな人たちとか、その正論を言うことによって、自分がこう優位に立てることが気持ちいい人たちなんじゃないかなと思って、これって、その人たちが悪いわけじゃなくて、やっぱり人間のね本質的な部分の一つではあると思うんですよね。私も例えば、いろいろな相談をされた時に、よくね正論を言いがちになっちゃうんですよ。これは本当に良くない癖だなと思ってるんですけど、学校の先生とかもそうかもしれない。やっぱ進学するか、なんかニートするか迷ってるんですって言ったら、進学しろって 100% 言うじゃないですか。そんな感じでこう、それはちょっと極端な例すぎるけど、なんかねすぐやっぱり人に対して世の中に対して正論を言ってしまいがちなんですよね。でもそれって、それが積もってやっぱりこう炎上しやすい、人のミスを許せない社会になってるかなと思ってて、それはすごい怖いことだなって私は思ってます最近だから何って話なんだけど、でもあれですよね、やっぱ人間ミスするのよくよく考えたら当たり前だし、私だってね1日10個も20個も多分いろんなミスをしてると思うけど、許すことってすごく大事だなと思って、やっぱ人間だものっていう、三尾さんね、人間だものってあるじゃないですかわかるかな、あれってすごいいい言葉だなと思って、人間だから完璧な人なんていないし、みんな過ちを犯すわけで、人を許してあげる許容力、人を許してあげる力をね、正論言う力よりもそっちの方が大事なんじゃないかなって最近思い始めてます。だし、やっぱり正論ってみんなもう言われ飽きてると思うんですよね。自分の中でも分かってると思うんですよ、こっちの方が正しいって。でもそれでもやっぱ悩みが発生するときって、もう一つの選択肢の方が自分にとって魅力的だったりするわけじゃないですか。そういう時に相手がね相談してきた時にね、そっちなんていうんだろうな、正論だけを言うんじゃなくて、そっちの道のもちゃんと肯定してあげたり、相手の気持ちを汲んで話してあげることも、すごく重要なのかな。正論が全てじゃないなっていう話を、今日はしていこうかなと思って、テーマに選びました。もちろん正しいことは正しいんだよ。正しいことは正しいし、ダメなことをダメなことをごまかせって言ってるわけじゃないです。ダメなことはダメです、もちろん。なんだけど、そんな中でもやっぱりこう人のミスをね、笑って許せるような、そんなこう優しいコミュニティだったり、そういったところが今はこう少なくなってるんじゃないかなと思って、そういったね、動画でございます
まあ別にあれですよ、あの私もいずれ炎上すると思います。やっぱ長い間活動してると、まあ、過去にもあのしたことありますし、多分今後もねどこかで、まあ、炎上なりあの何かしらの過ちを犯すことあると思いますが、みんな許してねまあそれが言いたかったわけじゃないけど、あの他にもあの周りにね困ってる人がいたら、その人のミスを責めるんじゃなくて、許してあげたり一緒に問題を解決してあげたりすると、まあまたねその人との絆が生まれるんじゃないかなと思います。ということで、じゃあ本日の動画はあの正論を言いすぎというテーマでお送りしていったわけなんですけれども、またいろいろね、いろんなテーマで毎日ドズラジオをお送りしていきたいと思いますので、まあ、皆さんぜひあのテーマをね、コメントしていただけると、まあ、なかなかねテーマ選んでくれないって言ってあの怒る人いるんですけど、まあ、テーマもあの私が全然喋れないようなテーマもらってもなかなか喋れないし、あとこれはちょっとみんな見ないだろうっていうのもあんまりテーマとしては選ばないので、まあなんかちょっと興味あるあの面白そうな話を、ぜひねテーマとして提案していただければなと思います。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。